菅義偉首相は10日、長崎市での平和記念式典に1分遅刻したことについて、結果的に時間管理上の問題で遅刻した。心からお詫びしたいと謝罪した。首相官邸で記者団の質問に答えた。政府は10日、首相の遅刻理由を事務方による時間管理上の不手際と説明した。式典は9日午前10時45分に始まったが、首相は遅れて同46分に着席した。